DAW レスの鈴木です。シンセサイザー音作り講座3回目はアンプセクションについて見ていきたいと思います。アンプというと皆さんどんなイメージ持たれますかね。おそらくこうギターアンプであったりベースアンプであったりオーディオのアンプだったりすると思うんですけれども、何かを増幅するという働きを持っているのがこのアンプセクションになっています。あえてこう少し難しい表現をしましたけれども、要するに音量コントロールするっていう、それだけのセクションになっています。以上、それだけで終わってしまうのもあれなので、アンプや前回紹介したフィルターと密接な関係にあるエンベロープジェネレーターについても紹介してみたいと思います。エンベロープジェネレーター、略して EG なんていう風に書かれるケースっていうのもあるんですけれども、要するに時間変化をつけてあげようというのがエンベロープジェネレーターの基本的な働きになっています。もう実際に見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、パラメーターと合わせてですね、ちょっと聞いてみたいと思うんですが、アンプセクション例にしてみましょう。ここに ADSR という4つのスライダーが見えると思います。これによって時間をコントロールしていくんですけれども、まず A という部分、これはアタックタイムをコントロールしていきます。今鍵盤を押すと瞬時に音が鳴る状態になっていますが、アタックタイム上げていくことによって音量が最大になるまでの時間変化を作ることができるよと。これの一番わかりやすい付け方がやっぱりこうシンセパッドとかを使う場合ですね。アタックタイム0にしてしまうと、こういうサウンドになってしまいますけれども、これを上げていくことによって、よりシンセパッドっぽいサウンドっていうものを作ることができるようになっています。簡単に言えばフェードインを作るパラメーターっていった形ですかね。二つ目、D と S 一回飛ばしてですね、R 見ていきたいと思います。これはリリースですね。音の余韻をコントロールするよっていうパラメータです。今は鍵盤を離すと瞬時に音消えますけれども、これを上げていくと、鍵盤を離した後もしばらく音鳴り続けさせることができると。それをどれぐらい伸ばすのかというのをコントロールするパラメータになっています。音が消えるまでの余韻、減衰をコントロールするのがこのリリースというパラメータになっています。3つ目は S、サスティンのスライダーです。これを知るためにはちょっとサウンドの特性というのを考える必要が出てくると思うんですけれども、例えばピアノとかギターっていうのは、鍵盤を演奏した瞬間、ピックを当てた瞬間っていうのが一番強い音量が鳴ります。その後は時間軸に応じて徐々に減衰していくというのが基本的な考え方なんですけれども、一方でブラスであったりとかオルガンといったものっていうのは、息が続く限り、鍵盤を演奏し続ける限り一定音量を出すことができると。その持続音量を決めるのがこのサスティンというパラメーターになっています。マックスの状態ですと、減衰することなく一定の音量が常になり続けるという状態になりますが、下げていくことによって、なんていう持続音量をどんどん下げていくことができると。で、ここでですね、親効果が分かりにくいぞと思った方多いと思うんですけれども、サスティーンを使う上で重要になってくるのが4つ目のディケイっていうパラメータなんです。サスティーンで設定した音量までにどれぐらいの時間をかけて下がっていくのかというのを設定するのがこのディケイっていうパラメータなんです。0の状態でサスティーンを変化させてみても、パッと聞きですね、単純に音量が下がったようにしか聞こえなくなってしまうっていうことが起きてきます。では実際にディケイ上げながらサウンド変化聞いてみましょう。じゃあまずはこれぐらい、まだちょっと分かりにくいですかね。じゃあこのぐらいにしましょう。はい、そうすると音が立ち上がって最大音量になったものがサスティーンレベルまで落ちるまでにちょっと時間が長くなったよと。さらに効果が分かりやすくするためにサスティーン下げてみましょう。そうすると、という形になります。今何が起きていたかというと、サスティーンを0にしていましたので、ディケイが実質的に音の減衰時間を決めていたという状態になっています。で、プリセットを読み込んだ時にもですね、ぜひともこのディケイとサスティーン、ここを中心にエディットしていただくと分かりやすいと思います。これによって何が変わるかというと、音が鳴っている時間、逆に言うと次の音までにどれぐらいの無音が生じるのかっていうのを作ることができるんですね。シーケンスを打ち込む場合っていうのは、ノートのデュレーションを短くするっていうのももちろんいいんですけれども、加えてディケイを使って音の余韻をコントロールしてあげるということによって、よりリズム感を強調するといったことができるようになっています。
で実際にどれぐらいの数値に設定するかっていうのはその曲のテンポ感とかフレーズの細かさによっても変わってきますので、プリセットでは対応できない部分になってくるよと。本当にここいじるだけでプリセットが劇的に入るようになりますので、ぜひ活用してみてください。今お話ししたエンベロープジェネレーターはアンプセクションに対してのエンベロープジェネレーターでしたけれども、これがフィルターセクションに対しても同じものを使うことができるようになっています。 ADSR のそれぞれの役割というのは今アンプのセクションで紹介したのと全く同じなんですけれども、それが音量ではなくてフィルターの開閉にかかってくるよというのがポイントです。バックがゼロの状態ですと、まあ瞬時にフィルターが開いてくるわけなんですけれども、アタックタイム上げていくと、こう閉まったところから徐々にフィルターが開いていくような効果を作ることができると。これはこのエンベロープのつまみを使うことによって反転させたり、どれぐらいの効果を作るのかというのを調節するといったこともできるようになっています。アンプと全く一緒ですね。例えばディケイ上げていくと、こんなサウンドになりますね。で、減衰をどれぐらい作るのか、シンセを勉強する上で多分最初にこう引っかかってしまうのがこのエンベロープセクションだと思うんですけれども、こう一つ一つのパラメータの役割っていうものを考えながら見ていくと決して難しいものではないはずです。で、先ほどご紹介した通りプリセットではここって絶対対応できない部分なので、プリセット選んだらまずエンベロープを調整してあげるというのを習慣づけていただくといいのかなというふうに思っております。ということで今回はフィルターセクションについて見てきました。次回は LFO について紹介してみたいと思っております。それではご視聴ありがとうございました。